皆さんこんにちは、レアルステート金沢店岩崎です。今日はですね、個人的にずっとやってみたかったフェルトアートをやってみようと思います。題して、不器用なエステティシャンが本気でフェルトアートをやってみたです。やってみます。今回ダイソーさん100均の方でこういうフェルトキットっていうものを買ってきました。一応レベルが星3つあるんですけども、ちょっと初心者用なのかな、星2つのものを、なんかちょっとマスコットキャラクターみたいな感じのやつをちょっと作ってみようと思います。はい、では中開けてみようと思います。ちゃんと中に入っているものも書いてあるんですが、羊毛フェルトと、あとはたくさんこう刺して形を整えるためのニードルっていうものと、あとはこういう細かいパーツが入ってます。で、自分で用意するものもすごく親切に書いてあったりするんですけど、すごい細かくやり方も書いてあるので、これに沿って作ってみようと思います。まずは羊毛を一つ一つ細かく自分でこう裂いて分けていくみたいです。で、まずはその小分けにした羊毛をそれぞれ手でほぐして、縦7センチ横6センチのシート状にするそうです。でもこれほぐすってどこまでほぐしたらいいのか、なんか基準がわからないですね。全然お手本の写真と全然違うんですけど、これにまた周りをくるんだ状態で、ここからニードルで刺して形を整えていくそうです。刺して形を整えるってどういうこと？やばい、わからない。自分の手刺しそう。なんかちょっとそれっぽくなってきた気もするんですけど、このお手本のクマちゃんみたいな、すごいなんか綿密な表面じゃないんですよね。これどれだけ刺したらいいんでしょう。はい、まだちょっとモケモケな部分はあるんですけども、次体のパーツを作っていこうと思います。はい、今耳をくっつけてみたんですけども、でもくっついてよかったんですが、もう絶対的にこう耳の比率おかしくないです。もうコアラみたいになっちゃった。もうコアラにしようかな。でもくっついてよかった。もう片方も頑張ってくっつけます。これ今もう片方の耳も作ってるんですけど、絶対またこれも怪我。フェルト多すぎる。どうしよう、ちぎっていいですかね。はい、これでなんとか調整してみます。はい、2個目の耳も完成しました。なんか割とコアラっぽくなったと思いませんか？ちょっとまだモケモケはしてるんですけど、結構ちゃんとコアラっぽくなりました。
はい、とりあえず体も完成しました。結構割とコアラっぽくないですか、ちゃんとちょっとモケモケなので本当はもっといっぱい刺さなくちゃいけないんだと思うんですけど、ちょっとこのまま進めていって最後にいっぱい刺して仕上げていこうと思います。はい、今両手くっつけたんですけども、ちょっとこれは1日では終わらなさそうなので、またちょっと明日に回そうと思います。はい、2日目ですこれの今日はこの赤いラグビーボールを作っていこうと思います。本当はこれの前に足をつけなきゃいけないんですけども、このボディに足をつけるとちょっと気持ち悪くならないですかねとりあえずこの赤いラグビーボールをまず作っていこうと思います。このラグビーボールのこの形めちゃくちゃ難しくないですか。ちょっとこの形を作れるのかはい、なんとか丸い球体は作れたので、これをこの体にくっつけていこうと思います。つけました。そしたら次がですね、あとは目と口鼻なんですけども、これクマちゃんじゃなくてコアラなので、鼻をつけていこうと思います。であとは目も本当にボンドでくっつけるだけなので、本当にもう最終段階入っていきます。はい、では完成しました。じゃじゃーん、鼻の位置ずれちゃったんですけど フェルトキットを使ってフェルトアートを作ってみた結果、お手本のようなクマちゃんにはならずコアラになりましたこれ本当に難しい。まず一番最初に形を整えてっていうのが整わなかったですで、なんかその他のパーツも一つずつちゃんと形を整えてからくっつけていくんですけど、そもそもの形が整わないんですよなのでちょっとというかかなり難しかったです。あと本当はもっとやっぱりいっぱいニードルで刺していかなくてはいかなかったんだと思うんですけど、私がちょっとせっかちだったのであんまりこう整ちょっとモケモケなままになってしまってます今回はい、じゃあ今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録をされていらっしゃらない方はチャンネル登録と、この動画が面白いと思っていただけましたらグッドボタンと、あとは励みになりますのでコメントもいただけましたらとっても嬉しいです。ありがとうございました。呪われそう